総集編後編ですね。夏は僕が大好きな月で、たくさん汗をかいて練習した記憶が残ってます。スケーティングからのトールグラインド、こうやって見ると夏は僕にとってはハイシーズンで、目標をたくさん設定して、挑んでいた月になりますね。この時練習していたのはハーフキャブソールのアウトスピンでしたね。まだちょっと名前もわからないぐらいど素人なんですけど、たくさん、そうですね、試行錯誤しながら練習しました。やってみてわかったのは、後ろから入る時点で、ミーランの動きに似てるなと思ったので、そういうところもバックサイドロックとかの練習につながっていたのかなと思ってます。8月に入りましたね。小金井公園は誰が作ってくれてるのかわからないんですけど、一応アイテムがたくさん増えてきて、とても楽しい場所になりました。ハーフキャブソール今練習中で、それをコロナウイルス蔓延もあって、人混みを避けるために家の近くの秘密の場所で、そうですね、スライドバーを使用して、ハーフキャブソールの練習をした時期でもありました。何しろ練習方法をどこかでハウツーとかがあるわけではないので、自分で考えながら試行錯誤して練習してましたね。結構これは難しい、目標ではありましたね。そもそも回転して、レールに乗るっていうこと自体が、かなり恐怖でしたんで、これをマスターするのにはまだちょっとまだ不完全なんで時間がかかるとは思いますけど、やってる練習は間違ってなかったと思うので、これからも頑張っていこうと思います。そうですね、やっていくうちに体の使い方、ひねり具合とかですね、これが分かるようになってきましたね。角度とかもありますね。この回転するタイミングとか、これやっと分かってきたところで一発、そうですね、これ、まあ一瞬でしたけどかかったので、これがきっかけとなりましたね。
この時期ですね、新しいこのロングレールと新しいカブボックスが、置いてありまして、誰が作ってくれたんですかね、すごく助かってますね、いい練習ができてます。ロングカーブボックスについては高さがあるので初めてやった時は恐怖しかなかったですね。でもかかるようになったらもう勢いがついてどん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 やりたくなりましたね。そうですね、この時期からアウトスピンとあとインスピンも始めました。でもインスピンの方はやってみて分かったのはやりやすいですね。やっぱりこれはちょっと極めたいとは思いますけど、どうでしょうかね、なかなか難しいとは思いますけど頑張りたいと思います。9月に入りましたね。この時はそうですね、ロングレールをのハイスピードのグラインドにハマってましたね、まあたくさん転びましたけど怪我もいましたけどすごく楽しい練習をしてましたね。小金井公園はですね、夏でも、木陰が多いので結構涼しく練習できます。でこの時もいい場所にロングレールが移動されてたので結構涼しく練習することができましたね。これ結構簡単にやってるように見えますけど、突っ込むスピード、そうですね、あと角度とか間違うと大変な怪我になるんで、かなり恐怖心と戦いながらやってます。ハーフキャブソールはそうですね、まあ共通していることなんでしょうけど、バックスケーティングの安定ですね、あと安定してからの対象物を見てからの回転でハーフキャブソールですね、これがあれですね、やっていて一番成功率が上がる形となりましたね。スポーツとして共通で言えることなんでしょうけど、やっぱり練習の成果が出るってことですね。やっぱこれがあるからアグレッシブになるんですけども、すごく楽しくてやめられないですね。ハーフキャブソールができたって、まあ、できてるとは言えないんでしょうけど、まあ、できた時点で、次の目標を設定しましたね。この時その前段階としてゼロスピンソールを練習していました。
自分の能力に見合ってるかどうかは分かりませんけど、アリウープソウルグラインドをそうですね、目標に設定してロングレールで決めるっていうのを最終目標にしていましたね。うん、これはまたかなり難しいチャレンジでした。そもそもこのゼロスピンソールがかなり難しくて、まあ、もともと後ろ向きでグラインドするってこと自体が全然イメージが湧かなかったんで、練習してもしてもなかなか、そうですね、うまくグラインドができませんでしたね。この時はですね、まずソールグラインドを前から決めてから戻る時に、ゼロスピンソールをやるっていう練習を積み重ねました。カーブボックスがねちょっと高いんでね、なかなかかかりづらくて難しかったですけど、いい練習にはなりましたね。練習の成果が出るってことが一番の、そうですね、テンション上がることですね。これもそうですね、練習の成果が出た形になりました。短いレール、これが結構ピンポイントの練習には、役立ってますね。これ1個家に欲しいぐらいですね。そうですね、トップソールも練習を始めたんですけど、まあ全然これは難しくてなかなか、これからも課題になりそうですね。やってみてで、そうですね、アリウープの方が、ハーフキャブソールよりは、やりやすかったですね。これ理由はよくわからないですけど、やっぱ前から入るか後ろから入るかの違いだと思います。トップソールはそうですね、僕はファーサイドソールと同じかと思ってたんですけど、やっぱちょっと違いますね。横面を使う感じなので、今やってるこの練習、ファーサイドソールは、その前の段階っていう感じですかね。僕はそう位置づけています。達成できているかどうかわからないですと、まあ、一瞬できてはいるので、まあ、この時点では目標達成かなと思います。まあ、本当はそうですね、あら転んでますね。これかなりこの時の尾低骨打ったのはかなり長引いて、今もなりましたけど痛かったですね。これはもうちょうどヒップパッドの隙間あたりにヒットしてかなり、痛みがありましたね。
リープソールグラインドはログレールで、長くグラインドできるようにこれからも頑張っていこうと思います。ホップソールはですね、これはかなり難しいですね。後ろ足よりも前足の使い方がいまいちよくわからなくて、トップ足の方はなんとかできてると思うんですけど、前足の添える方が難しいですね。これがうまく固定できなくて、うまくグラインドができませんね。ただまだこの時はフルフラットセッティングだったんで、ローラーがそうですね、真ん中のローラー2つが干渉してできなかった部分もあるので、これからアンチロッカーにまた変えてるので、どのぐらいできるようになるのかがちょっと楽しみですね。練習が、見ると分かると思うんですけど、前足がそうですね、対象物に乗っかっちゃうんですね。でローラーが転がっちゃう感じですかね。これはやっぱ僕の足の倒し方が多分悪いんだと思いますけど、修正点ではありますね。これも前足が乗っかっちゃってますね。ローラーが転がってます。全然できてませんね。もうちょっと上手くなりたいですけどね。これからまたしっかり練習しようと思います。トップソールの前段階としてやっているファーサイドソールですね、これ見た目より難しくて、逆側から飛び越えてソールグラインドを決める形なので、結構恐怖がありますね。難しい形ではあります。今年最大のイベントの一つであるハオレースケートパークですね、ずっと来てみたいとは思ってたんですけど、なかなか来れなくて、今回機会があったので行きました。そうですね、もうスケートファンだったらもう目が輝いてしまうような場所でしたね。コロナ禍で西東京憩いの森側のセクションスペースが使えなくなっているので、こういう場所での練習は久々だったですね。ミニランハーフパイプ、そうですね、こういう対象物ですね。これは久々でできるかなと思ったんですけど、結構やってるうちに感覚が戻ってきて、楽しめましたね。ハオレーに来て一番良かったのはこの、ミニランの3段階あるあれですね、まあ、実質4段階ですかね、このミニランですね。これ最初の1段階目からどんどんやっていくと、成長していく形の、とてもよく作り込まれたミニランですね。これは店長さんの夢が詰まった場所だと思います。第一段階から結構、今までのミニランのことを思い返しながら、バックサイドロックをしっかりできるようになりたいと思いながらやりましたね。これがまた小さい方から大中小ありまして、その小さい方からやってったんですけど、これがまた効果的でかなり、ものの1時間足らずでバックサイドロック、あんなに苦戦してたバックサイドロックができるようになりましたね。
この第3段階あたりからもうかなりバックサイドロックのイメージが湧いてきて、これはいけるぞと思ってましたね、もうこの時点では。ただここですぐにできるようになったっていうわけではなくて、今までやってきた練習、そうですね、アドバイス等は織り交ざって最終的にここに来て、そうですね、練習してできるようになったっていう形ですね。こう簡単にやってますけど、これそうですね、今までの練習がかなり生きてると思います。アドバイスをいただいた皆さんに感謝しています。イメージはずっとしていたので、そうですね、今までの練習とここハワレに来て、そうですね、この形ができたということですね。で、まあ皆さんはどういう位置づけかは分かりませんけど、バックサイドロックは僕にとって難しいものだったので、成功がすごく嬉しかったですね。そうですね、常にそうですね、バックサイドロックの次のことは考えてました。もうできるものと考えて次のことを、そうですね、夢見ていましたね。まあまだまだ全然グラインドのレベルではないんですけど、これからバックサイドロックしっかりものにして、そこからのグラインドを決めたいと思っています。そうですね、この大きいミニランでできるかはちょっと分からなかったので、降りる時の、まあ、高さが全然違うので、これが恐怖心と重なって本当にできるかどうかちょっと半信半疑だったので、やってみて、すごく高揚感がありましたね、できたので。そうですね、もうできてからはもうかなり楽しくて楽しくて、もうバンバンバックサイドロックばっかりやってましたね。まあ多少滑り落ちたり転んだりはしましたけど、もうそれすらも楽しくて、できたことの感動ですね。まあこうやってソウルロックもやってみたり、すごく楽しかったですね、この時間。これが課題ですね、バックスケーティングからのロックはまだできてないので、これを次行った時は頑張りたいと思います。ハオレの店長さん、すごく気さくで、分かりやすい説明をしてくれる方でしたね。もうこうやってアップなんですけど、僕にとってはかなりもう目がキラキラして見える素晴らしいものでした。そうですね、ミニランでのこぎ方ですかね、膝の使い方ですね。僕は結構腕を振って上がるっていうイメージがあったんですけども、膝の屈伸だけでこげることを習いましたね。ちょっと目から鱗でしたね、これに関しては。でもこの時結構体が消耗してたんで、練習についていけない部分がありましたね。ちょっと情けなかったですけど、体は消耗してたんですけど、教えてもらえること、これがもう楽しすぎて、もうなんか体動いちゃいましたね。本当はもう足つりそうだったんですけど、
結構そうですね、こうやって横でやってくれたのに対して自分も真似しながら本当童心に帰るっていうのはこういうことですかね。すごく楽しかったです。そうですね。で、店長さんの教えとして体の力を抜く脱力、これ僕も得得したいなと思いました。やっぱり力が入ってると怪我もしやすくて、やっぱり転びやすい、ミスもしやすいっていうのも自分でも分かってたんですけど、なかなか、体が硬くなってできない部分もあったので、少しそれを脱力ですかね、これに重点を置いてこれからもやっていこうと思います。初ハオレはそうですね、ミニランに重点を置いてやってましたけど、グラインドもレギュラーのこだわりとかを店長さんに聞いて、グラインド、そうですね、レギュラーもっと頑張りたいなとも思いましたし、次行くときはそうですね、グラインドも教えてもらえればかな、いいかなって勝手に思ってます。店長さん本当にありがとうございました。店長さんの夢が詰まった素晴らしいパークでしたね。必ずまた行こうと思います。多分来年にはなると思いますけど、必ず行きます。で、次はグラインドもしっかり教えていただければと勝手に思ってます。そうですね、まさか動画で見ていたこの地、ゴンタさんの、そうですね、広域、ホームタウンですね、ここにまさか来れるとは思ってなかったので、すごく激アツでしたね。実はゴンタさんと会うのは2回目なんですけど、このコラボは多分あれですね、前回と違って2人だけの時間だったので、もう僕らにとってはかなり、感慨深いものだと思ってます。お互い動画等で知り合って、そうですね、自分たちのスケーティングを見合ってるのもあって成果もあり、結構グラインドをこうやってコラボでやってみてタイミングがすぐに合いましたね。まあ多分ゴンダさんが上手いんで僕に合わせてもくれたのかもしれないですけど、それでもそうですね、こうやって、まあ僕の方が下手くそなんでこうやって転んだりしてますけど、すごく楽しい時間になってましたね。いろいろそうですね、アグレッシブイナスケートの動画とか見てますけど、こういうコラボグラインドってあんまりないんで、僕らがもしかしたら初めてかもしれないですね。こういうの皆さんでやっていったらもっと、アグレッシブイナスケートも盛り上がると思うんですけどね。やっぱグラインドにも一人一人やっぱり形があって、ゴンタさんと僕やっぱりちょっと形が同じソールでも形が違ってて、それはそれでこうやって見てると面白いですね。スピードも全然やっぱりゴンタさんの方が速くて、精度もいい感じでしたね。やっぱりこれは僕も勉強になりましたね。
ね、2人で話し合いながらどういうコラボグラインドをしようかいろいろ考えましたね。これと上対面から来るこの感じも多分どんな動画見ても初めてだと思うので、これ前から来る圧で結構難しいんですよね。これ、結構恐怖心ですぐ降りちゃうんですけど、これはまたそうですね、長年やってきたもん同士、楽しいコラボグラインドにはなりましたね。アグスラもそうですね、やってみましたけど、やっぱりこれは僕、スラロームが全然ダメなんで、全然ゴンダさんに合わすことができなかったんですけど、やっぱこれはこれですごく楽しい、競技ですね。これもうちょっと競技化すれば、すごく楽しいものになると思うんですよね。ゴンダさんが考案したものなんで、しっかりそこら辺見据えながら、そうですね、何かいい案があればいいと思います。そうですね、追い取りもしたんですけど、まあ僕はともかくゴンタさんの滑りをもうちょっとかっこよく取ってあげたかったですね。やっぱレベル、そうですね、スキルが全然違うので、ゴンタさんはもうちょっとかっこよく撮れたかなって、次やるときは必ずもっとかっこよく撮りたいなと思います。僕的にはこのグラインド好きですね。クロスで2人でグラインドする形、たくさん取ったんで、これそうですね、なかなか縮めることができなくて、そうですね、このコラボに関しては結構そのまま動画を使っていますね。ちょっと長く、その関係でちょっと動画が長くなってしまいましたけど、僕はそうですね、記録という意味でも、記念という意味でも、満足しています。そうですね、何度も見返しましたけど、やっぱりゴンタさんと同じ絵の中に映っていること自体がちょっと不思議な感覚ですね。これをもうちょっと増やしていけたらと思うんですけど、もうちょっとね、僕が上手ければあれなんですけど、これからもちょっとスキルを上げていこうと思います。ゴンタさん、次も必ずコラボしましょう。そうですね、もっと僕もスキル上げときます。靴の方フルフラットセッティングからアンチロッカーに変えてやろうと思ってます。たくさんアドバイスいただいたんですが、いろいろ考えた末、グラインドをもうちょっと頑張りたいと思ったので、このセッティングに変えました。もうちょっとこれでできるようになったらフルフラットを挑んでみたいと思います。それではこれから向かいます。そうですね、いろいろアドバイス伺っていた中で、アンチロッカーに変えました。
ただフルフラットを諦めたわけではなくて、もうちょっとアンチロッカーで技術を上げてからフルフラットに挑みたいと思っています。カオレの店長さんに、このロングレールで、レギュラー貫通できたらすごいんじゃないかっていう話をされていて、結構いけそうな気がしたので結構頑張ってやりましたね、この時は。そうですね、店長さんに上半身の使い方、バランスの取り方とかを習っていたので、ちょっとそれを実践してやっていましたね、この時。それでかなりバランスが良くなりましたね。11月1日ですね。11月に入りましたね。これからまた小金井公園のスケートパーク行こうと思います。これから一つ一つのグラインドをしっかりまた体に叩き込むというか、やっていこうと思います。12月は1ヶ月間ちょっと仕事の都合でスケートができなくなるので、この1ヶ月やれることを頑張ろうと思います。それでは向かいます。12月はスケートを1ヶ月、そうですね、仕事の忙しさからなんですけど休むので、今年最後、11月が毎年最後のスケートのシーズンになってしまうので、11月中にできることはやりたいと思っていますけど、ちょっとなかなか難しい状況になりましたね。このそうですね、横腹の強打で、大切な最後のシーズンの一月をちょっと半分以上無駄にしてしまいましたね。今はもう治ってはいるんですけど、ちょっともうすでに仕事が忙しくなってきてるので、スケートは少し控えめにしてます。最終日と30と1日に、休みが2日連休あるので、そこで滑り納めができればと思っています。そうですね、アンチロッカーセッティングに変えてからやはりちょっとグラインドがやりやすくなりましたね。なのでコンボグラインドをこうやって、またこの短いレールでイメージしながら練習を始めました。前にもスライドバーとかで、練習してた練習ではあるんですけど、そうですね、久々にやってみて、そうですね、長いレールならば3段階そうですね連続でできるような気もしてます。今シーズンもこれが最後の動画になってしまいましたが、次につながる、練習にはなったと思ってます。そうですね、後悔はありませんね、全然。今年1年の総括ですね。
今年はいろいろありましたね。また怪我も大きいの一つやって、左膝靭帯損傷ですね。これはもう完全に治ったとは言えないんですけど、まだ違和感はありますけど、もうスケートの滑りには、影響はありません。あとはそうですね、最大はコラボでしたね。コンダさんのコラボ、これが僕にとっては最大の出来事、激アツでしたね。またやりましょう、コンダさん。そしてそうですね、今インラインスケート部と銘打ってカバさんが作ってくれた LINE のメンバーと、楽しんで会話を通しています。でそのメンバーのエビさんって方に、そうですね、チームの部のロゴを作ってもらって、そうですね、それがまたすごくかっこよくて、エビさんにはすごく感謝しています。これから部としてどういう形を取っていくのか、まだわからないですけど、これからも、部員を増やすかどうかちょっと何とも言えないですけど、みんなでワイワイ楽しくやっていければと思います。まあいろいろあった1年ではありますけど、最終的にはとても素晴らしい1年だったと思います。来年も頑張ってスキルを上げて、そうですね、飛躍の年にしたいですね。そして、これを視聴ご視聴していただいている皆さんにはとても感謝しています。まあこんな下手くそな、スケートの下手くそな人間ですけど、まあそれでも見ていてくださる人たちがいるんで、やってきてる部分もあるんで、これからもしっかり頑張っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。